クリスマスブーツのイラストクリスマスブーツは日本のクリスマス商品の一つ赤いブーツ型の容器に菓子などを詰めたものサンタクロースやクリスマスツリーとは異なり日本発祥で日本独自のものとされる1950年代中期に販売が開始されて以来日本中で一定の人気を保っている菓子製造業など多くの業界にとってクリスマスケーキなどとともに クリスマス時期の定番商品の一つである。滋賀県草津市の草津駅、西口商店街にある放送用器製造卸し、株式会社金賞物産によれば、戦後しばらく後に、初代社長らが銀紙を巻いた紙製のブーツに菓子を入れて、クリスマス商品として売り出すこと、またはクリスマスツリーの装飾品の靴下やブーツを見て、 それを大きくして菓子を入れることを発案して大手菓子メーカーを回ったことでクリスマスブーツ製造を始めたというツリーに飾られた靴下やブーツはサンタクロースの起源とされるミラノ・ニコラウスが貧しい女性たちのため干してあった靴下に金貨を入れたという言われからクリスマスツリーにブーツや靴下を吊るす習慣に由来する各メーカーは在庫商品も盛り込めることで同社のブーツに 自社菓子を詰めて売り出した。最初の製造時期は、草津市によると1957年頃とされるが、それより前の1955年、または1947年との説もあり、明確な文献資料は確認されていない。菓子を詰めたクリスマスブーツは、登場当初は爆発的な売り上げを記録した。クリスマスケーキを買うほどの余裕のない家庭でも購入することができ、 様々な大きさのブーツがあるために、金銭的な都合に応じたものを選ぶことができることも人気の要因となった。その後は日本全国に広がり、クリスマスの菓子売り場の風物詩、クリスマスケーキ同様の12月の定番商品として定着した。プレゼントとしての気軽さも定着につながった。昭和30年前後には袋詰め菓子の登場により、種類も増え、 高度経済成長期とともに日本中の家庭に広がった。昭和30年代には1個が350円から600円程度で売られていた JR 草津駅構内。草津市がクリスマスブーツの発祥であることがアピールされている。こうした経緯から草津市及び同市と友好交流協定にある福島県立市では草津市をクリスマスブーツの発祥としている。 もっとも、金賞物産は、同社が、クリスマスブーツを日本に広めたことは認めているものの、戦術の通り、当時の経緯を証明する文献が残されておらず、当時のクリスマスブーツも残っていないため、伝聞でしかわからないという。金賞物産でのブーツの出荷は、最盛期の昭和後半は300万本であった。2009年から2013年にかけても、 年間200万本以上の出荷があった。業界の半数近くのシェアを占めており、2017年時点においても、日本国内シェアのトップを守り続けている。ブーツの大きさや形は、販売開始当時からほとんど変化していない。2010年代以降においても、一つ一つが、手作りで作られており、毎年1月から作り始めないと間に合わないという。 他に1960年代頃からクリスマスブーツを作り続けている老舗として大阪府東大阪市の株式会社な庭堂がある。当時の社長が造花や店内装飾を担当していた時代クリスマスの装飾の一つとしてカシオケを作る話があったのがきっかけであり、最初はアルミ箔による銀色の靴だったが、後にプラスチック製になったという。 年間10万個が制作されており、クリスマスブーツ以外は制作されていない。金賞物産によれば、以前はサンタクロースをあしらった、面や光輝く装飾のブーツが多く、そうした装飾のものが売れ筋傾向にあった。あとの2000年代以降は、単にブーツに菓子などを詰めただけの基本的なブーツは需要が落ちる傾向にあり、その一方で、 ディズニーや人気テレビ番組のキャラクターなどの絵柄を付けたものが主流となっている。旧来の菓子が廃れた理由には大手菓子メーカーの多くが本来業務を外れた菓子詰め作業が負担になったことも挙げられる。目新しく飽きが来ないため時代を経ても需要は変わらないという。値段は500円から1000円程度が主流である。2010年代以降においては 手編み風の毛糸布をかぶせたものが人気を呼んでいる。販売先も、かつては小売やスーパーマーケットが主流であったが、自動車ディーラーや携帯電話販売店など景品向けの割合が多くなっており、コンビニエンスストアに並ぶ姿も多い。クリスマスブーツは日本独自の文化であり、日本国外の人々には必ず驚かれるという。テレビ番組で欧米人が、 不思議がる日本だけのクリスマスの一つにクリスマスブーツが挙げられたこともある。歌詞が入ったブーツが不思議とのことである。日本国外で試験販売された際には韓国はキリスト教徒が多いために少しは売れたが中国では全く売れなかった。日本の文化はのし紙や包装紙にこだわることでクリスマスブーツが誕生し楽しまれているとも考えられている。一方では バレンタインデーのチョコレートと同様に、ケーキ店と菓子店の陰謀とする意見もある、愛知県名古屋市中村区のデパートでは1991年に、ペットの犬にもクリスマス気分を味わわせるべく、犬用のクリスマスケーキなどとともに、ドッグフードの入ったクリスマスブーツが販売された。滋賀県草津市では、金賞物産がクリスマスブーツの元祖とされる説があることから、 クリスマスブーツ発祥の地として、クリスマスブーツを用いた街づくりが盛んである。2018年の草津駅、西口商店街のクリスマスブーツギャラリー。市民らの自作による多くのクリスマスブーツが並ぶ。2018年の草津駅、西口商店街のクリスマスブーツギャラリー。草津市の草津駅、西口商店街では、クリスマスブーツ発祥の地を記念した。 イベント、クリスマスブーツギャラリーを2012年から2018年に至るまで毎年開催している。一般参加者が、金賞物産製の組み立て式ブーツを300円で購入して自由に装飾を加えてデザインし、それらを駅周辺に展示するもので、クリスマスシーズンの草津の冬の風物詩との声もある。草津駅西口は1990年代以降に、 開発が進んだものの、町の玄関口として栄えた、駅東口方面とは、対照的に祭りなどの催しがなかった。そのため、60件以上が加盟する西口商店街の独自のものとして、地元の金賞物産のクリスマスブーツを用いた催しとして、発案されたのが、このイベントである。草津が発祥ということを広めることや、地元の活性化も目的とされる。 企画者は当時の同商店街の副会長であり、2014年時点で約300点集まったブーツに街が賑やかになると喜びの声を上げていた。このイベント用の金賞物産のブーツは限定販売であり、2015年には販売期間は20日間の予定が10日間で早々に完売するという好評ぶりであった。同商店街会長によれば、 市や中心市街地活性化協議会などの協力も得ることができ、地域の絆も深まったという、6回目となる2017年にも約300点のブーツが寄せられた。また、このイベントは、東日本大震災で被害を被った福島県、伊達市への復興支援も兼ね、ブーツの売り上げが支援に充てられた。販売されている組み立て式、クリスマスブーツは、子供でも、 簡単に制作できるもので、思い思いの飾り付けが可能である。そうして作られたクリスマスブーツは、駅周辺の銀行、ホテルのウィンドウ、ロビーなど、計8カ所に展示され、多数並んだブーツが、毎年、通行人たちの目を楽しませている。集められたブーツに対しては、人気投票が実施され、その結果発表を経て、クリスマス時期に表彰式が行われる。 クリスマスブーツギャラリーと並行し、ブーツを作った子どもたちに歌詞をプレゼントするイベントも2012年より草津市で実施されている。ギャラリー同様、ブーツ発祥の地とされる草津市のアピールが目的とされ、子どもたちの好評を得ている。2018年に展示された草津ウェストピアホテル前の巨大クリスマスブーツ。2015年11月には、 JR 草津駅西口にある草津エストピアホテル前に全高約3.5メートルの巨大クリスマスブーツのオブジェが登場し通行人が記念写真を撮るなど注目を集めた。秋口にはプレゼント箱が大量に詰められており上の方にはクリスマスブーツ発祥の地草津と書かれた。制作は企業や地域団体、市などによる 市中心市街地活性化協議会であり、クリスマスブーツと草津のゆかりを広める目的とされる。クリスマス時期に JR 草津駅周辺で開催されるイルミネーションイベント、みんなでつなご草津町イルミの一環でもある。2018年に至るまで、毎年同ホテル前に展示されており、こちらにも草津の冬の風物詩との声が上がっている。2017年、草津市など、 滋賀県内各市の小中高生による草津歌劇団の第2回公演ミュージカルショー草津グランドパレードでは草津市発祥とされるクリスマスブーツなど草津の名物として紹介された。クリスマスブーツギャラリー以前より草津市で行われていたイベント草津ハイキングも同ギャラリー開催後はオリジナルクリスマスブーツを作ろうと銘打って開催されている。 ブーツ発祥の地を歩くミニハイキングとギャラリーの見学、ブーツ作り体験などが盛り込まれている。草津市の草津市立玉川中学校と宮城県、塩釜市の塩釜市立玉川中学校の生徒たちが同じ公明を園に交流を続けている。2017年には草津の3年生たちが修学旅行で初めて塩釜を訪れ、草津発祥とされるクリスマスブーツなどを紹介した。 クリスマスブーツはクリスマス時期を通じた社会貢献、社会交流の手段としても多く用いられている。2016年には愛知県とこな波市の児童養護施設、千田学園葉っぱ寮に名古屋とヨペットなど NTB グループ9社からクリスマスブーツが贈られた。2017年には静岡県湖西市の介護センターでは市内の保育園の園児たちが 愛知県岡崎市若松町のグループホームでは、三河中地域協議会の事務局長が、それぞれサンタクロース姿となって入居者たちに、クリスマスブーツを届け、入居者たちと交流を楽しんだ。山梨県では、NPO 法人、フードバンク山梨が、経済的に苦しい家庭に、食料品などを届ける活動を続けており、2018年には、同県昭和町の、 山梨県立甲府小和高等学校で同 NPO 法人の職員や高校生ら約200人がサンタクロースの赤い帽子をかぶりクリスマスブーツや食料品などの発送作業を手掛けた。富山県高岡市の児童養護施設高岡愛育園ではサンタクロース姿の匿名の人物が1970年代頃より毎年クリスマスブーツを届けている。 愛知県岡崎市の児童養護施設、岡崎平和学園でも2011年より、毎年、野球漫画、巨人の星の主人公にあやかって、星ヒューマを名乗る人物より、クリスマスブーツが届けられ、共に子供たちを喜ばせている。この星ヒューマからのクリスマスブーツは、2016年からは、同愛知県豊田市、2017年からは、 同県安城市の施設にも届けられている。大阪府森口市の森口市立さつき学園では、同学年の特色の一つである、医学年交流の一環として、2016年の家庭科の授業で、隣の幼稚園で行う保育実習を1年生の前でリハーサルし、クリスマスブーツ作りで交流を深めた。認知症患者や高齢者の社会参加として、 クリスマスブーツ作りを利用するケースも見られる。滋賀県森山市梅田町の診療所である藤本クリニックでは若年性認知症患者の就労と患者同士の交流を兼ねた仕事の場でクリスマスブーツを手作業で組み立てる内職が行われており患者たちの社会参加と交流が進むことで好評を得ている。 福島県伊達市滋賀県草津市と福島県伊達市は2014年より東日本大震災への復興支援活動をきっかけに友好交流協定を結んでいる。同2014年12月、草津駅西口商店街から被災地である伊達市の子どもたちへのプレゼントとしてクリスマスブーツ300個が贈られた。この費用には草津による同年のクリスマスブーツギャラリーにおいて 参加者が、組み立て式ブーツを購入した費用が寄付として当てられた。草津駅、西口商店街によれば、伊達の子供たちにはブーツが目新しかったようで、非常に盛り上がったという。翌2015年も草津市政60周年を記念し、伊達市の子供たちにブーツが贈られ、大変な好評を得た。2016年は、前年の好評を受けたこと。 およびまだ復興が完全でない伊達市への支援として、双方向の交流が実現し、伊達市民も300個のブーツを作ることとなった。2016年11月12日には、草津の小学生を代表する小学生らが伊達市を訪れ、伊達市立柳川小学校の子供と交流した。同2016年は、草津市から伊達市へ、組み立て式ブーツが送られ、12月に、 伊達市で初めてのクリスマスブーツギャラリーが開催された。伊達市内の小中学生が作った色彩豊かなクリスマスブーツ約250点が伊達市役所内に展示され来庁者たちを楽しませた。2016年12月17日には伊達市の子供たちと保護者、試食員らが自ら装飾したブーツを持ち寄り、草津市内のホテルで草津市民たちと交流し、 有効を深めた。伊達市の小学生からは、伊達と草津のより深い交流を望む声が上げられた。同12月17日と18日には、草津市内で、草津市と伊達市の子供たちが漁師で飾ったクリスマスブーツを持ち寄るイベントがあり、漁師の子供たちが交流した。このイベントでは、草津市と伊達市の交流の様子などを記録した映像も披露された。 宮城県石巻市同様に大きな被害を被った宮城県石巻市に対しては栃木県佐野市の市民団体石巻藩の会が震災当年から子供が笑えば大人も笑ってくれるはずとの思いから石巻市の園児にクリスマスブーツを送る活動サンタクロス支援を行っている費用は知人や取引先からの寄付によるもので後にこの資金の寄付は県外にも広がっている 受け取った子どもたちからは支援者宛てにお礼の手紙が送られて支援者たちを喜ばせており、それを楽しみにして毎年協力を続ける支援者も少なくない。震災から5年以上経過した頃には、現地ではボランティアが減り、ガシを受け取る子どもも震災を知らない世代になったが、2016年は関東一円や中部地方などの約110人が協力し、 前年の倍近い約70万円が集まり、石巻市内のほぼすべての公立保育所、幼稚園、計28円、約1400人にお菓子を届けるまでになった。ブーツは、震災後の生まれで震災を経験していない子供の手にも渡り、石巻市民の心を和ませている。2013年、台風第30号によるフィリピンへの出子者。 行方不明者7000人以上の甚大な被害に、際してはフィリピンの子供たちを励まそうと、草津市職員ら有志らの結成によるフィリピン支援チームビワコにより、同志発祥とされるクリスマスブーツをクリスマスプレゼントとして現地に届ける計画が進められた。同志の職員の一人が2011年に青年海外協力隊員としてフィリピンに滞在中、日本で 東日本大震災が発生し、同じ日本人として日本のために何もできないことを苦悩していたところ、現地の多数のカトリック教徒に励まされ、教徒たちが日本のために祈ってくれたことから、今度は自分がフィリピンを支えたい、現地の子供たちを笑顔にしたいとの思いで支援を決めたという。ポーランドで2013年に開催された第19回気候変動枠組条約締約国会議で、 フィリピン政府の代表が地球温暖化対策を訴えてハンガーストライキを宣言しており、環境に考慮する国民たちが犠牲になったのが苦しかったため、とも言う。フィリピン支援チームビワコは被災から10日足らずで結成され、同僚の市職員や同協力隊オビーら同時期にフィリピンで過ごした隊員仲間、草津市周辺にある国際交流団体のメンバー。 草津市や滋賀県立東市で国際交流に携わる有志、マニラに住む日本人ら計11人で構成された。チームのメンバーたちは現地の情報をインターネットで収集し、支援の方法、必要とされる物資を検討し、市長の橋川渡に相談した際、クリスマスブーツが草津市発祥であることを知った。フィリピンは国民の8割がカトリック教徒であり、 9月からクリスマスムードになり、同国ではクリスマスを一大行事として盛大に祝う習慣があることから、フィリピンにふさわしいプレゼントとして、子供たち宛てのクリスマスブーツの贈呈が決定した。クリスマスブーツの製造元である、金賞物産からは250個のブーツの無償での提供の申し出があり、ブーツの内容の購入や送料は募金で賄われた。チームのメンバーの一人であり、 青年海外協力隊 OB の滋賀県立彦根東高等学校教諭は、同校の生徒たちと独自にフィリピンに衣類を送る活動を行っていたことから、同校で集めた衣類もブーツに詰められた。同2013年12月、日用品や衣類を詰めたクリスマスブーツ20個が支援チームを通じ、被害の大きかったレーテ島からみんなのお島に避難していた子どもたちのもとに届けられた。 後日、受け取った子どもたち、被災者たちからの喜びの声が、現地の協力者を通じて届けられた。草津小学校による支援この、フィリピン支援チームビワ子の呼びかけに応じ、2013年12月、草津市立草津小学校が、サンタプロジェクトとして、支援を行った。支援チームの趣旨に賛同した、同小学校のボランティア委員会が、クリスマスブーツ20個を、 各クラスに配り、使わなくなったペンや消し、ゴム、筆箱などや寄付金などを募った。文房具はブーツ20足分が集まり、クラスごとにサンタクロースの顔やリボンなどで飾り付けた。この活動を知り、滋賀県立彦根東高等学校の生徒たちも衣類を集めるなど、地元で支援の輪が広がっていた。2013年12月の就業式で、 全校生徒の前でボランティア委員会の委員長を務める生徒らがサンタクロースやトナカイに踏みしフィリピンの子供たちを笑顔を願って支援チームにブーツを渡した。チーム代表者は日本でたくさんの友達が応援してくれていることを伝えたいと感謝を述べた。2015年3月にはクリスマスブーツを送られたフィリピンの現地から草津宿札小学校を宛てに 感謝を伝えるビデオレターが届き、同月の終了式で全校生徒に紹介された。同校の校長によれば、草津も災害が多いことから、フィリピンの子供たちは、災害の悲しみを知る、子供たちに支えられたことを喜んでいたといい、子供が子供を助けるというアイデアも好評だったという。同校の生徒たちからも、感謝の言葉をもらっての喜びの声や、 この計画に賛同してよかったとの声が寄せられている。ありがとうございます。